はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめうさぎです。今日も楽しくドラゴンクエスト8を実況プレイ始めていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。とはい、というわけで始まりました、ドラゴンクエスト8実況プレイ最新パート。今日からね、新しいね舞台、街に行こうかなと思いましてね、ちょっと今日はキラーパンサーに乗らずに、ちょっとね風変わりでね徒歩で行っております。ちょっとね、なんか毎回キラーパンサーで始まるのも画面的によろしくないのかなとか思っちゃって、ちょっとまあ徒歩も健康にいいかなみたいな、まあ、ゲームの中の話ですけども、まあ、ヤンガスの健康のためにちょっとね乗り物は控えて歩かしております。次目立つ街なんですけども、ここを道沿いにどんどん行っていくと着きます。地図を見てみるとですね、ライドの塔の曲がり道を曲がらず、そのまままっすぐ突っ切るというルートで行けます。でちょっとねここ行く、あの次の町行く時にちょっと寄り道もしたい場所が何か所かあるので、ちょっとね徒歩にしております。にしても徒歩遅いね、やっぱりちょっと尺的に大丈夫かなみたいな、最近動画のね長さ自体をちょっと短くしてるから尺が大丈夫かなとか思っちゃうけど、まあ毎回キラーパンサーにね乗ってたらヤンガスも痩せませんよ。ヤンガスはちょっと多分痩せないといけないと思う。病気になりそうやから、ちょっとね、今後のためにも走ってもらいましょう、こうやってね。というわけで、一つ目の寄り道ポイントつきました。ここですね。よいしょ。雪越しの教会というわけで。次の町に向かう前にちょっとね、ここ寄りたいと思います。はい、美味しいミルクありがとうございます。まあ、ここなんですけども、ね、まあ、その旅人が、その、旅をするときにね、ちょっと立ち寄るみたいな、まあ、そういうプチ教会みたいな感じのところですけども、こうやってね、宿屋があってね、まあ、ここに泊まるんやったら、海辺の教会でただ泊まりするっていうね、まあ、そういうなんか、プチスポットですね、ここは。こういう感じの。まあ、あまり必要ないかな。需要はないですね、特に。もうだって、目と鼻の先に次の場所があるんで、まあ、ここはそんなに需要がないですけど、一応立ち寄ってみましたと。はい、というわけで、どんどん進んでいこう。もうちょっとかな？もうちょっとやね。うん。まあ、ここはもう見た感じね、すごい、秋っていう感じがするステージでしたけど、ステージというかエリアでしたけども、次行くところはですね、ちょっとネタバレしちゃうと、まあ季節的に言うと冬の場所ですね。雪国。まあ寒いところですよ。まあヤンガスは多分ね、この暑い肉とね、脂肪で多分寒くないと思いますけど、まあちょっとね、画面的に涼しくなってね、季節もぴったりですけども、やっていきましょう。ほい。あわわわわ、ここわかった。ついさっき大きな、航空犬がものすごい速さでこのトンネルを駆け抜けていったんです。危うく跳ね飛ばされるところでした。赤い瞳をランランと輝せて、あれは絶対普通じゃありませんよ。そういえばあの犬、口に何か棒切れのようなものを加えていたな。まあまあねこの話を聞く限り、こうレオパルドがねバッって言ったんですよ。バッってね、噴水が固まってるっていう、ね、よくヤンガスは半袖でいられる。違う、半袖ちゃうな、ノースリーブやな。ワイルドだぜ。ヤンガスワイルドだぜ。まあ、とりあえず、レオパルドを追って、次のところ行きましょう。うおー、寒そうやな。こりゃまた何という寒さじゃ。じゃが、あの杖を何とかせねば、元の姿に戻れないのじゃからな。我慢我慢。さあ、ヤンガス。ボケボケしとらんで先に進むぞ。はいはい、トロデさん、はい、来ました。ここですね、雪国。もう完璧に地図もね真っ白ですよ、山に囲まれて。ちょっと寒いですね、これはかなり。見てるこっちも寒い。最近涼しくなってきましたけども、ここまで涼しくないですよね、まだ。
じゃあどんどん進んでいきましょう。ちょっと画面的になんかチラチラしてるけど大丈夫かな。お、イベント。なんでわしがこんな寒い思いをせねばならんのだ。これも全てドルマギスのせい。いや、やつはもう死んだか。では、レオナントか。あ、はいはい、ブツ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 。ブツクサうるせえな。こっちだって寒さに日が経ってんだ。チッツは黙ってろよ。おっと。なんじゃと。別に何の迷惑がかかるわけでもないし、わしに何を言うと、わしの勝手じゃ。他人にどうこう言われる筋合いはないわい。ああ、まったく、腹の立つ。わしは先に行くぞ。相変わらず仲悪いですね、この二人。うわぁ、ゼシカ寒そう。お、おっとっとっと。はぁ、なだれ。かわいい。お、すげえ。はい、というわけで、なんかよくわからない家に来ましたね。今の犬は一体何だったんやって。レオパルドじゃないですよ、あれは。ちなみにあれはレオパルドではないです。まあ、詳しい話はね、ここで聞きましょう。お前たちが雪崩に飲み込まれた後、わしはこの山小屋を見つけ、大手で助けを求めたのじゃ。なのにそこがばあさんの一人暮らしの家だと分かった時には、正直もうダメかと諦めかけたな。しかし運の良いことに、そこで寝とる犬は、雪の中から人を見つけ出す名人、いや、名犬じゃった。おかげで全員を振り出し、無事ここまで運んでくることができたというわけじゃ。すべてはこの山小屋を見つけ、助けを求めたわしの起点のおかげじゃな。感謝するがよいぞ。というわけで、まあ、雪崩に巻き込まれたこのね、4人を、トロデがね、トロデが助けたわけじゃないですけど、そこにね、いるおばあさんと、ワンちゃん、この子ですね。ワンちゃんが助けてくれたというわけですよ。なんか、あれを思い出しますね。ハイジのね、家に住んでるワンちゃん。名前何やったっけ？まあ、そういうでかい犬。多分、それのモデルになった犬。モデルになった犬は一緒やと思うけどな。こういう実際の雪山で活躍するね、なんか、犬っているじゃないですか。その犬の、多分、モデルになってるんじゃないですかね。多分。おお、お目覚めなさったか。ふん、顔色もいいし、どうやら体に異常はないようですね。ようこそ我が家へ。わしはメディというこの山小屋に暮らすしがない薬師のばあさんですじゃ。もうすぐあんたの分の薬湯ができるから待っててくだされ。飲むと体が温まりますからな。まあメディばあさんとこのワンちゃんが助けてくれたという。うっすやんがす。兄貴、オカルトの方は大丈夫なんですかい？兄貴だけいつまで経っても目が覚めないから心配してたんでかすよ。ここはあそこにいるばあさんが一人暮らししてる山小屋でげす。ちょうど雪崩が起こった場所から近かったんで、吹雪が収まるまで厄介になることにしたんでかすよ。なんかお前やたら場所取ってるように思うのは気のせいか？まあええか。何やこのカメラアングル。そこに寝そべっている犬、パフかな、パフって言うんだが、そいつが俺たちを雪の中から掘り出してくれたそうだ。パフ。まったく大した犬だな。どこかの自称王様よりよほど頼りになると思わないか。まあそうですね。こらウサギ、お前は自分の主君に対して何を言えるか。まったくそのパフを呼んできてやったのは誰だと思っとるのじゃ。まあ相変わらずのこの茶番ですけども、いいですね。この薬湯に入ってるハーブはぬい草って言って、体を温め寒さに強くなる効果があるんだって。
ちょっと辛いけど、なかなかいけるわよ。ウサギもばあさんからもらったら？さあ、あんたは暖炉の前の席にお座りなされ。今、薬を持っていきますからな。あ、ありがとうございます。なんやねん、あの顔。さあ飲んでくだされ。この抜きそうな薬をさえ飲んでおけば、雪国の寒さも気にならなくなりますぞ。なだれから助けてもらい、一夜の宿を貸してもらい、何から何まで世話になりますな。それにしてもばあさんもこんな怪しいのが助けを求めてきたのによく信用する気になったもんだよな。この山賊崩れが、貴様にだけは怪しいのとか言われたくないぞ。確かに変わった姿の人だとは思いましたがね、この年になると人の容姿など気にならなくなりますな。ま、こんな人のいない雪山で困ってる人がいれば相手が誰でも助けますわい。そういえばどうしておばあさんは山奥に一人で暮らしているんですか？この家の裏手には古い遺跡がありましてな、先祖代々わしの家系はそれをお守りしてきたのですじゃ。しかしその役目もわしの代で終わることになるでしょうな。後を継ぐ者もおりませんでの。そうなんですか。でも役目とはいえ一人暮らしはご苦労も多いでしょう。いやいや、気楽なもんですわい。子供の時から慣れ親しんだ土地だし、苦労など感じたことないですじゃ。それに時にはこうして雪山に迷った人が訪れてくれるので寂しくもありませんしな。ところでメリーさん、実はそのことで一つ聞きたいことがあるんだよ。俺たちは大きな黒犬がこの雪国の方へ逃げたという噂を聞きつけて追ってきたんだ。もしかしたら奴はこの近くを通ったかもしれない。何か心当たりはないものかな。はて、大きな犬といえば、うちのパフくらいしか思い当たりませんの。お役に立てず申し訳ない。しかし、探し物なら人の多いところで聞き込みなさるのが良いでしょうな。この山を下って北へ向かうと、大国すなる町がありますのじゃ。犬探しはそこでしてはどうですかな。なるほど、道理じゃな。よし、ウサギよ。次はその町へ向かうことにするぞ。起きの早いことで、いずれにしてもまずこの吹雪が止みませんとな。さて、夜も更けてきましたし、そろそろ休まれてはどうですじゃ。明日の朝には夜吹雪も止むでしょうから、大国勢は明朝向かわれるがよろしかろう。うん、メディ殿の言う通りじゃな。よし、今日のところはお言葉に甘えて休むことにしよう。お、やんでる吹雪が。パフでかいな。おばあちゃんキラパンさん並みにそれでかいで、結構乗れるねん。大国巣は山を下って北へ向かったところですからな。道中気をつけてくだされ。おお、そうじゃった。おう、そやそやそや、忘れてる。姫は無事か？夕べは寒くなかったか？お、それと皆さん、申し訳ありませんが、一つ頼まれてくれませんかな。大国巣に行ってクラッドという男、グラッドか、グラッドですね、グラッドという男に会ったらこれを渡してほしいのですじゃ。お、メディの袋を手に入れました。グラッドはおそらくわしと同じ薬師をしているはずじゃ。くれぐれも頼みましたぞ。さあ、それではいよいよ大国巣に向かうぞ。いざ出発。お、クール、なんか挨拶の仕方や、これ。パーンってね。パーンって。よし、というわけで、本格的に進めていこう、雪国。
舞台はオークニスっていうねところですけども、ちょっとね喉があれなんで、ちょっと飲み物飲ませてください。すいません。健康ミネラル麦茶カフェインゼロ飲んでます。安かったです。じゃあね、こっからはちょっと距離があるんで、キラパンサー乗っていこうと思います。雪国でも駆けつけてくれるこのキラーパンサーはさすがですね。お金払ってもいいぐらいのこのシステムですよ。じゃあまあとりあえずここ、おー、トヘロスいきなり切れるか。なかなかやな。よし。こっちかな？あ、違う、下がっちゃってるな。こういって、こっちですね、こっち。でですね、この雪国なんですけども、スカウトモンスターも結構ね、いいやつが何匹かいますんで、もし、運よく会えたら、ちょっとスカウトしたいと思ってます。はい、間違えました。こっちです。いや、それにしてもすごいですね、雪の量がね。奈良はこんなに降りませんよ、雪。時々ね、なんか、ちょっと積もる時があるんですけども、まあ、それでもこんなには積もりませんね。うんうん。ワンちゃんが。ワンちゃんおるやん。かわいい。やれやれ、ようやくオークニスに着いたようじゃな。それにしてもヌークソウの効能は大したものじゃ。雪道を歩いていてもちっとも寒くならんわい。これなら外にいても苦にはならんな。うん。わしはいつも通り町の外で待っていることにしよう。ワンちゃん、ワンちゃんかわいいな。